ダンブラーズ所属のドンパッチです。よろしくお願いします。お願いします。まず名前から突っ込んでもいいのかな？そのあ、ボー全ダー然大ネ丈夫ーム、なんでドンパッチなです。ボボボボボボボっていうキャラが、キャラじゃねえや、アニメとか漫画があるんですけど、の？ジャンプだよね。少年ジャンプそうだでよす、ね。そうです。結構前のやつなんですけど、それに出てたドンパッチっていうオレンジ色のトゲトゲのなんかキャラに、なんか顔が似てるって、誠、同じダンブラーズの誠に言われて、それでそのノリでもう一番最初のエントリーで、じゃあドンパッチでいいだろみたいな感じで、そのままそっから愛着湧いて使ってます。じゃあ結構前からのドンパッチは。そうですね。大学2年ぐらいに誠に出会ったんで、そのあたりぐらいですかね。ああ、なるほど。そっか、部活一緒だもんね、拓大で。そうですね。なるほど。ドンパッチ。そうです。まあちょっと、改めて、まあドンパッチ。ハヤテ、まあドンパッチの、あんまドンパッチ言わないから慣れないけど、ドンパッチの、まあ、バックグラウンド。今までのバスケの、まあ、キャリア的なところをちょっと教えてもらいたいんだけど、まあ、神奈川県出身。そうです。で、高校は、高校は湘南工科大学附属高校、テックって呼ばれているところです。テックだよね。テック。そういでやいや、す。まあ、俺も湘南出身だから全然テックわかるんだけど。はい。俺、鶴峰高校ってところね。あ、そうなんですか。てか、同じ地区だよね。湘南地区だよね。そうですね。まあ、全然弱いけど。テックなんだよね。テックは、そうまあ、名門だよね。テックは。です。そうですね。で、テックから、拓殖大学。そうです。で、拓大ではどんな感じだったの？拓大では、まあ、ちょろっと出していただいたり っていう感じですね。あんずっとま、A チームで。2年生の新人戦終わったぐらいで A チームに上がって、で、3年生で落ちて、4年生の途中でまた A チームみたいな感じです。なるほど。そこからじゃあ、なんかストリートボールの出会いはどこなの？ストリートボールの出会いは、自分が高校生の時に、これを、サムシティの、東京ビーストが優勝した年、キクさんとか宗玄さんがいらっしゃって、の年の YouTube かなんかを僕が、バスケで探してた時に見て、で、そこが初めての出会い。で、サムシティを知ったのはそこが最初です。YouTube でサムシティを初めて見た。はい。そこから？で、高校3年生の引退した後ぐらいに、キング海とかと一緒に高3でチーム組んで、フーズに出て、それが初めてのフーズでしたね。いたかも。それで、フーズを勝って、ネクストワンでしたっけ、その時は。に出させていただいて、確か、420かな？か、どこかにボコボコにされて ちゃんとしっかり負けそうて、なんだ。はい。それでがそうなん初めだ。てのサムシティでしたね。高校生の時に、そっか、フーズ出てんだ。はい、そうです。そこからまあ大学の時は、でもなんかクローズっていうチームで、そはい。の後も大学中に何度か出てたよね。クそうーズですだっね、たクり。ローズで。そうだよね。はい。今はなきてか、まあ言ったらでもあれか、ダンブラーズの前身みたいな形でもあるのか、クローズは。そうですね、ダンブラーズができる前のそうチーだム、ね。メンバーはほとんどっていうか、3人そのまま受け継がれてます。そうだよね。コアメンバーというか、まあ、ゲンゲンもいたし、まあ、いたら誠もいたし。そうですね。そうだよね。なるほどね。あとは、まあ、そっからか。そっから、まあ、
で、大学卒業して、今は、はい、今何やってるんだっけ？今は、あれですね。自分で名乗ってるだけなんですけど、エンターテイナーとしてやってます。エンターテイナーだ。職業。そうですね。職業でエンターテイナーです。YouTube もやってるんだよね。その傍ら。そうです。YouTube も今やっていて。なるほどね。まあ、っていう感じのキャリア。これ突っ込んでいいのかなけど、お父さんさ、はい。あれだよね。これ全然使わなくていいんだけど、その、はい、親父さんは、バスケやんの？親父さん。バスケ全然やってないです。そうだよね。そもそもなんか、球技やることに対してなんかこう、あんまよく思ってないとか、そういうのは全然なかったの？なんかもう、お前が好きなことやれよ、みたいな。結構、まあ、かっこいい。広い、まあまあまあ、考え方。好きにしろよぐらいな。はい、そうです。まあ、そうなんだ。じゃあ、その格闘技っていうか、まあ、言ったらなんか、まあ、でもプロレスラーって言っても大体レーサーなんだ。柔道とかレスリングとかそっちになると思うんだけど、別にそういうのを別にやってきたわけでもないんだ、颯は。あ、10年間レスリングやってます。あ、9年間ってか、9年間。あ、レスリングやってんのね。はい。そりゃ強えわ、体。そりゃ強えわ。まあでも、体型とかもろやっぱレスリングだもんね。ガタイ、ね、ガタイは何？昔からそのガタイなの？いや、高校生の2年生かな？ 2 年生の時に、うん。ちょっと筋トレにハマった時期がありまして。おお。そこで1年でだいたい約15キロか20キロぐらい、バーンって太って、そんなに増える1年で。いや、もうめちゃめちゃ増えました。もう毎月毎月体重がどんどん増えていくみたいな。まあ成長期もあるしね。そうですね。まあ、あとなんかそういうセンスもやっぱあるんだろうね。なんか、そっからじゃあもうごつい感じの。なるほどね。そうです。まあ、こっからちょっとこの次の話につながっていくんだけどさ。はい。その、やっぱその今言った、まあ、フィジカルの部分だったりとか、その、はい、ね、その、まあ、パワーって言ったらあれだけど、まあ、まあ、全体的なその、ね、能力を生かしたプレーっていうのが結構、まあ、ドンパッチの特徴だと思うんだけど、なんか全体的になんか自分のプレーのテーマみたいなのってなんかある、はい、自分のプレーのテーマは、まあ、なんかどんなこと考えてプレーしてるの？気持ちですかね。もう、俺は、本当にエンターテイナーって自分で言ってるのもあるし、サムシティっていう舞台もあるんで、もう、見てくれてる方々があっての俺なんで、その、ドライブ行ったとして、これを求めてるのかとかちょっと考えちゃってやってます。あ、そうなの？そんな細かいことを考えてくれてるの？あ、そうですね。なんか、ここで多分、こういうことしたら盛り上がるだろうなとか、なんかこういうのあったら面白いだろうなみたいな、その面白さを優先してプレイしてるんで、うん、そうなんだ。はい。じゃあそこがまあこだわり、そのまあその全体的なそのまあそれがテーマだね。それになんか付随してこういうプレイがっていうなんかこうこだわりのポイントみたいなのある？プレイ、具体的なプレイに関しては。具体的なプレーに関してはやっぱ体の当て方とかですかね。なんかそこにはこだわりがある。こだわってますね。そのなんて言うんだろう、そのレスリングをやってた分、体重移動とか相手のいなし方とかそういうのも結構学んでた。はい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 。オフハンドもそうですけど、その相手のどこの体に当たったら相手は受けづらいとか、そういうのも結構あるので、そういうのは結構活かしながら戦っているつもりではいます。レスリングの経験っていうのは結構バスケに活かせてる部分って結構あるの？かなり生きてますね。あ、そうなんだ。特にオフハンドとかはもうレスリングまんまなので。確かに。この組の手の、確かに。そうですね。いなし合いみたいなのは、あ、確かに。だからもう、はいはい、新しい技術として来ても、もうすぐできたみたいな感じです。なるほど。ドンパッチのオフハンドはレスリング仕込み。そうです。だからちょっと、あ、これ、サムシティ側の審判に言ったらファール吹かれちゃうんで、ちょっとこれ、
秘密で。あ、すぐバレるわ。使っていいですよ。あ、すぐバレるわ。なるほどね。なんか、いや、思ったより、いろいろ考えてんだな。なるほど。次の質問なんだけど、はい、ドンパチにとっては寂しいっていうのは、まあ、その初めてね、今季ダンプラーズで、参戦してみて、はい、どんな、あの、舞台ですか？サムシティは本当にもう、バスケットってこういう気持ちで始めたなっていう、もう初心を思い出してやれる場所だと思ってやってますね。じゃあめちゃめちゃ楽しんでるってことだよね。そうですね。もう本来の楽しさを味わえる場所だと思ってます、自分は。てかでもみんな、ダンブラーズのやつらみんなめちゃめちゃなんか楽しんでるもんね。見てる時とかも。なんか俺結構試合終わってさ、ダンブラーズの試合終わってさ、みんな2階席行くじゃん。はいはい。で、2階席でめちゃめちゃなんか、やじったり、なんか声飛ばしたりさ、なんかこう、はい、めっちゃ煽ったりしてんのを結構さ、はい、受けんだよね、あれ、マジで。こいつは普通に楽しんでんな、みたいな。まあ、それも、やっぱ僕らが楽しんでやってるからこそ、やっぱ伝わるものもあるのかなと思いますね。それはでも、そうだね、間違いなくだろうね。あれ、意識してやってるの、でもあの2階席で騒いだりしてるの。あれは基本的にみんな意識してないと思いますね。シンプルに楽しんでます。そうだよね。なんか投票してたもんね、あの、なんだっけ。マンオールのバッチみたいな。あ、俺、あの、これ本当にあれなんですけど、44の、あの、YouTube で一番再生が取れてる、あの、大前さんと、KK さんのバチバチのやつ、ね、俺、あれ感動しすぎて、うん、俺 KK さんに投票しちゃったんですよ、うん、敵チームなのに。間違えて。大丈夫か。俺やっちゃったよとか言って。あれはね、まあでもあれは面白かったよね、本当に。シンプルに僕投票しちゃってましたね。そしたら、これ最後の質問なんだけど、はい、今後、まあシーズンまだまだ続くけど、今後、はい、個人としてかな、ドンパチとして、どんな目標だったり、どんなこう未来を、なんかこう、イメージしてますか？まあもう本当に完全に個人になってしまうんですけど、うん。まあやっぱ、ハヤテがいる、あ、ドンパッチがいるから見たいみたいな。うん。ドンパッチが出てるから見たいとか、ドンパッチがやってるならなんかやってくれるだろうみたいな、その、俺に対して、こうもっと見てもらえるようにっていうのがまあ目標ではあって、まあその分プレーとかもどん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 サムシティなりのそのバカにするんじゃなくて相手をリスペクトした上でこうバチ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 戦ってるような良さをもっともっと自分で体現して、まあ、バスケットボール自体を全体を盛り上げていけたらなっていうふうには考えているんで、うん、割と、そうですね。まあ、なんだろうな。まあ、でもこれから先、もっともっと、まあ、面白いプレイヤーで、面白いプレイもして、観客とかともっとなんか絡み合えるような、これから先、そういう面白いプレイをしていくつもりです。応援よろしくお願いします。ありがとう。なんか、最後に、なんか言い残したことある？大丈夫？言い残したこと。YouTube、はい、誰がゴリラジャチャンネルっていう名前で、誰ゴリって調べたら出てくると思うんですけど、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、ダンブラーズのドンパチでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。